男子 800m C で見事優勝されました韓国のハン・テンゴン選手です。今日のタイムはいかがでしたか？제가원하는기록에아주약간못미쳤는데그래도최고기록세운것에만족합니다目標としてた記録には少しだけ及ばなかったんですけれども、最高記録が出せたので嬉しく思います。優勝されましたハン・テゴン選手にもう一度盛大な拍手をお願いします。女子 800mB で見事優勝をされました岩谷産業の小山亜佑選手です。優勝おめでとうございます。今日のタイムはいかがでしたか？目標としていたタイムには届かなかったのでちょっと悔しい部分もあるんですけど、レースの流れとしては前回の大会よりいい形でレースを終われたので良かったかなと思います。優勝されました小山亜佑選手にもう一度盛大な拍手をお願いします。男子 800mB で見事優勝されました韓国のイ・ジェヨン選手です。優勝おめでとうございます。今日のタイムはいかがでしたか？제가생각한기록보다훨씬못나와서되게아쉬운시합이었는데몸관리잘하고다시준비해서또목표를향해서최선을다해서뛰겠습니다今日のタイムは少し目標には及ばなかったので、またコンディションをしっかり整えて次の一つ大会に向けて準備をしたいというふうに思ってます。優勝されましたイ・ジェヨン選手にもう一度盛大な拍手をお願いします。ありがとうございます。
女子 800m へスタートです。女子 800m への選手をご紹介いたします。1番池崎愛里代表、2番塩見綾乃岩谷産業、4番山田花わらべ屋日曜、5番北村ゆめエディオン、はい、200m24、25、26、27、28、29、6番江藤咲希関西平洋大学、7番長谷川真宙京都教育大学、 300m40、41、42、43、44、塩見さんで44秒5、8番原克美愛媛銀行、9番すぐれくるみ筑波大学、最初の 400m56、57、58、59、60、塩見さんで59秒8、 400m59 秒8。ペースメーカーはキリア・サリナ・アラベア日曜、74、75、76、はい、緑のライトが2分3秒のペースです。中野中子綾子慶応義塾大学、先頭は池崎さん、今日10名となります。北村さん 600m1 分30、31、32、はい、1分31秒5。ここで池崎さんが出ました。真横に2分3秒のライト、塩見さん、そして北村さん、はい、1分45、46、47、48、49、50、51、先頭は塩見さん、1分56、58、2分1、2、3、2分6、7、2分04秒01、1着は塩見さん。さあ16時現在のグランドコンディションです。天候晴れ、気温30度、湿度 62%、 北西の風 2.1 メートルです。レースはこの後